もうオスの巣が見えてきました。はい、どうも、オスの巣。ちょうど20分ですよね。2時からのイベントで、うん、今ちょうど1時なので、うん、まだ時間は余裕があります。はい、ちょうど味川さんたちが到着したところでした。失礼します。お疲れ様です。背中のトレーニングは、ね、10日ぐらいちょっとあるので、今日に備えて今日の合同トレーニングは、小川さんの扱う重量プラス100キロを味川さんがやるらしい。プラス 100? やば。ボスの谷さんを発見しました。せいやそういうキャラじゃないですか。そうそう、今はパターン受けてるので、はい、お世話になってるちょっとね、翔平さんの動画を見てきたんで、まさかね、そのチャンネルにチャンネルに出れることになるとは。いや、そんな大したもんね。光栄です。あられブログっていう YouTube チャンネルになっていて、はい、そこに僕のパーサル受けてもらったのシーンとかアップしてます、ね、また別の加藤さんの顔が見れるぜひ僕のチャンネルに飛んで。リンクはこの動画の説明欄に貼ってあげますので、ぜひ見てみてください。はい、カーボドリンク、カーボドリンクと EAA とクレアチン。今日の目標は何キロですか？220ぐらいは行きたいですね。行きましょう。じゃあ、次からさんプラス100キロ。いや、320。今日はちょ予定ではその300何回できるかってなるかなと思ってました。回数は4回は300狙って、これは1号2回になるんですけど、あ、一口で飲むの。いくな、よし、要求完了。はい、で今日は、背中の、トレーニング、今日はね、僕一人じゃなくてオスロースの責任者小川さんと一緒に背中の公開トレーニングですね、はい、今日はまず、背中の1種目目デッドリフト、まずこの皆さんに見ていただいて、でその後に普段僕らがやってるような背中のトレーニングを、見せていきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。基本的に僕のフォームは多分少しお母さんと違って、あんまりこうネガティブで気がするような投げ方はあんまりしてなくて、この種目に関してはもうちょっと何キロ何回上げれるかっていうような感じでやってますので、気がするのはあまり考えてないですけど、もう重さと回数のみを考えてやってるような感じですね、はい、お母さんは逆にこの種目は、フォームを重視で、フォーム重視で年齢いくとやっぱり腰の不安とかも出てくるので、ハムのストレッチを感じながらやってます。今やってたら100キロ。そうそう、100キロは。でもこの3倍だからね。久々、あ、そっか。
すごい。で今日はその220っていうのをちょっと限界の回数までやる予定です。はい、予定ですね。予定では、はい。よしな、待ってよ。じゃあ日本パワーゴーゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーカモンカモンカルーおやさん行こう、行こうハッ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 。皆さんが、ね、見ていただいてるんです300で、ちょっと何回できるかわからないですけど、これをちょっとメインでやりてます。で、今日せっかく僕の仲良い友達 MX メンバーのメンバーがちょっと来てくれてるんで、ちょっとこの人に、もらいながら300をちょっとやりたいと思います。これ一番今日の見物になると思うんで、ちょっと動画も皆さん準備していただけたら面白いです。ありがとうございます。はい、時間は、はい、ジャパニーズモンスター。オッケー、一番モンスター。Monster Japan, let's do it, bro. Let's go. Oh, woo! Hey, 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 hey,今までのベストタイですね。まあ、最低4回やばい今日やろうと300キロ4回すごいね。もちろん強くなるやり方いろいろあると思うんですけど、僕は今現在やってるトレーニングっていうのは足を結構重点的にやるようにしてて、足も、大体下置きの日とハムの日を完全に分けてやるようにしてまして、でハムのトレーニングの日に結構お尻とかハムとかを結構大体一時以上に力を入れてやるようにしてから、デッドの調子も良くなりました You need, you sound, you young.
ファイトエンド、行こう。コンテストは見てる見てる顔見てるコンテストそうですねということで、帰りのね電車に乗るために駅に向かって歩いてます。来た時とは違ってね、帰りはまた犬山駅から、電車乗ろうと思うんですけども、イベントはねすごい盛り上がって、本当にね大成功だったと思いますね。すごかったね。イベントが終わってからいろんな方にね声かけていただいて、写真とかもね撮らせていただいたんですけども、僕自身もすごい楽しかったです。で、帰りはですね犬山に来たのは本当は城下町に寄ってなんか食べたいなと
思ったんですけども、あの時間がね5時過ぎちゃったってことでまたこの店も閉まったので、チョコモチを食べるのは諦めて、今回ですね、あの稲山駅の中になんかお店がいくつかありますので、その中で何かねチートデーを少しやろうかなと、思ってます。で今日撮影したイベントの映像は息子もねカメラで撮ってくれましたけども、あのこの動画では一部分だけねアップさせていただきましたけども、あのフルバージョンはまたホスジムチャンネルの方でアップしたいと思ってますので、もしよろしかったらそちらもご覧いただければと思います。はい、今日のチートで注文した品が届きました。はい、じゃあそこはチートデーじゃないけど、でも、ね、チーズバーガー2つも頼んで、まあ、お腹空かないくせに、まあ、お腹空いたね。あとタピオカミルクで、僕はチーズバーガー1個と、あとダイエットコーラ、あとこれはね、パイ、リンゴパイと、あとさつまいものパイ2つ食べました。はい、ということで、いただきます。このチーズバーガーレベルが違う。あ、うまっ。胡椒が効いてて、めちゃくちゃ美味しい。じゃ次は甘いやつ。うん、カップルパイじゃない、ね、芋、うん、甘っ。皮がサクサクでさ、うん、中の芋がしっとりしてる。うまい。芋ほど甘くないけど、うん、これはこれでまたリンゴの甘さをめっちゃ感じる。うん、うまい、うん、あっという間に食べちゃった。うまい、うん、最後お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、という感じで今日は、僕の休日の一日の流れってことで、原料食を作るところと、あと味川さんの公開イベントと、はい、最後にチートデーね撮っていました。内容盛りだくさんの今日は一日だったなってね、思いますね。なんか朝起きて原料食作ったのがなんかもう昨日のことのような感じなんですけど、そう、うん、で今の時間は6時15分ということで、家に帰ったらまだ7時ぐらいなので、もう一食一応ね食べようと思っていて、あ、出発した。あの今のところ食べたタンパク質は多分 150g ぐらいだと思いますので、うちに鮭がね 200g ぐらいあるんですから、それを今日の夜食として食べて、今日の食事は終わりにしたいと思います。はい、はい、まだまだね、あと僕は一応10週間ぐらい減量期間がね残ってるんですけども、まあ、体重的にはあとやっぱり5キロぐらいは絞りたいなというふうに思っていますので、まあ今日のね本当イベントでもいい刺激をもらいましたので、まあ、それをモチベーションにまた明日から減量の方を頑張っていきたいと思います。はい、今日北京もトレーニング頑張ろうね。はい頑張ろう。またなんかダンベルの種目とかね、あのうちに、まあ、うちでできるようなやつとかもうちょっとご紹介しつつ、息子にもねチャレンジしてもらおうかと思ってますので、不定期でトレーニングします。そういう動画もまた撮ってみたいと思います。はい、ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。